こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。今日はですね、いよいよ夏本番、夏のインターンシップが始まってますね。そうするとですね、夏のインターンシップ参加前にですね、必ずこれはチェックしてやっといてください。今日はこの内容についてお話しさせていただきます。で、今日の動画をですね、皆さんにですね、ご理解いただくのはですね、初めてインターンシップに参加するときにね、あれをやんなきゃいけない、これをやんなきゃいけない、こんなことをやらなきゃいけないってことをですね、皆さんにご理解いただきたいっていう趣旨でお話しさせていただきます。ですから一般的にはこうすべきだってお話なんですね。もし皆さんがですね、個別に、清水さんね、私ね、この個別にこういうことはどうすればいいんですか、こういう質問がある方もいらっしゃると思うんですね。そういう方はですね、個別の質問はですね、我々、私がですね、オープンチャットですね、清水が何でも答えるというオープンチャットやってますね。こちらの方でですね、ぜひ会員登録というかですね、チャットに登録いただいてですね、質問いただければ24時間以内にご返事させていただきます。それとですね、グループディスカッション、やはりこれ日本の企業いろんなところで出ますから、そういう分で練習したい方はですね、ぜひこちらのオープンチャットにご参加いただければと思います。一つがですね、質問部屋、私がどんな質問でも答えます。そしてグループの対策用のですね、オープンチャット、ぜひ概要欄からお申し込みいただければと思います。それでは今日の本題、インターンシップ参加前にですね、まず必ずしなければいけないことは何かなんですね。まず1つ目はですね、メールをチェックしてください。皆さんの時代はですね、やはり SNS でですね、 LINE とか Instagram を中心にいろんな情報を入手してますけど、企業と皆さん学生との間はですね、基本的にはネットでやり取りが行われます。皆さんが申し込んでいただいた後ですね、企業の方は皆さんのメールアドレスにですね、登録いただいているメールアドレスにいろいろな形の情報を送ってくることがあります。必ず事前にですね、企業からのですね、確認メールなど確認してほしいんですね。このメールチェックが一番重要なんです。そしてメールチェックの時にですね、基本的にメールの確認事項は何かというとですね、まず時間、基本的に時間を間違えてないか、場所は間違えてないか、どんな服装なのか、何を持っていかなければいけないのかのチェックなんですね。もちろん基本的に事前に公表されている内容と一緒だと思いますが、事前のメールは必ず確認していただいて、場所が変わる可能性とか、例えば対面からオンラインになる、そういうような可能性もありますから、ぜひ時間、服装、持ち物についてはきちっとチェックをしてください。そしてですね、メールで確認しなければいけない中にですね、事前の準備の有無があるはずなんですね。例えばこういうものをご用意くださいとか、こういうことを調べておいてください。例えば履歴書とか、こういうものを一緒に持ってきてください。こういう事前の準備のものですね、必ずきちっとチェックして、前日までやったことをお勧めします。そしてですね、事前にチェックしなければいけないこと、2つ目はですね、プログラムのチェックをする必要があるんです。どんな内容のプログラムか。大体夏のインターンシップはですね、来るまでわからないってインターンシップは少ないし、特に皆さんがですね、選考を受かっていくインターンの場合にはですね、大体プログラムの提示されているケースが多いと思います。何日間でこういうグループワークをしますとか、こういう趣旨でやりますっていうのが書いてありますから、そちらをチェックいただくことが必要なんですね。そしてチェックするということはどういうことかというとですね、予習できるものは取得必要があるということなんですね。これはですね、もちろん予習をすることによって、人事の人とかにですね、お、すごいなあいつって思ってもらえる好印象も重要なんですけど、やはりですね、難関の企業のインターンシップに来ている学生さんのレベルは高いですから、基本的に予習しているのは大前提。お前やってないの？逆にそれしてないとですね、ついていけなくなります。ですから予習をするのが必須だと思ってください。さあ続いて、まずですね、インターンシップに行ったらですね、基本は普通ですね、挨拶がありますよね。これは公式に企業の人に、君自己紹介してっていう場合もあるし、そういうのなくて集まった人に、じゃあグループの中でまず自己紹介してねって、そういうですね、公式と、いわゆる非公式のもの両方あるんですけど、挨拶をどのようにするかっていうのはやっぱり考えておく必要があるんですね。挨拶をですね、長くしてはいけません。これは皆さんがですね、本番の面接でもですね、僕は30秒から45秒で自己紹介をできるようにするっていうふうにしなさいと。1分を超えてはいけません。ですから1分以内、45秒では話をできるような形でまず用意しとく。そしてですね、印象の残る話を混ぜる。へーって。普通にです、何々大学何々のなんとかのなんとかのなんとかですだったらですね、印象残りませんよね。グループのメンバー、そして人事の人にも、へー、あいつこんなやつなんだ。だから自分の印象に残る話を混ぜる。これが重要ですね。しかしあまりにも奇をてらいすぎてですね、とか他の人とかぶるとか、そういうところは避けるようにした方がいいでしょうね。さあそしてですね、インターン参加前にすべきことで質問。せっかく企業の方とかひょっとしたらですね現場の人が来てですね皆さんのやってるプログラムにですねお手伝いしていただくケースもあります。そして休憩の時間にですね先輩社員と話をする機会もあるかもしれない。その時にですね何も質問を考えてなければですねこれは質問答えられませんよね。なんかある？いやいや特にじゃないんだよね。そういう意味で言うとですねきちっと事前に質問を用意しておくってことは重要なんです。本当に知りたい質問を準備する必要があるんですね。よくあるんですね。みんな逆質問は何ですかっていうですねその質問本当に知りたいのみたいなことじゃなくて本当に知りたい情報は何かっていうのを自分の中で一度チェックして誰に聞くべき質問なのかに整理をしてやっぱり質問することが重要ですね。その中でですね皆さんが注意しなきゃいけないのはこの時期にね福利厚生とか待遇とかねそういうことばっか聞くっていうのはあまりプラスなイメージになりません。本当に絞り込んでこの会社に入るべきか入らないべきかっていうのは非常に重要ですけど今はここに興味があるかないかの部分ではですねもう少し広い意味でのですね仕事とかですね、どんな人が働いてるか、そういう方向で質問することが望ましいでしょうね。さあそして質問を考えるときにはですね人事なのか社員向けなのか、現場の社員に聞くことと人事に聞くこと役職の高い人に聞く内容はやっぱ違いますよね。そういうことを意識して用意することがいいでしょう。さあそしてですねインターン参加前にすべきこと、参加企業業界のニュースをやっぱり見ていく必要があります。インターンシップもですね毎年同じの内容の中でやるような場合もありますけどやはりその新しい情報の中でやらなければいけない内容っていうのを盛り込んでくる場合もあるんですね。そういう意味ではですねまず一般的なニュースは理解しておく、これ大前提。そしてですね、参加企業の所属する業界で起きるような大きなニュース、参加企業の特別なですね情報があればそれは必ずチェックして、いわゆるニュースの部分は読んでおく必要があると思いますね。そしてもしオンライン開催の場合、もともとですね夏のインターンは対面の開催が多いんですけども、急遽このコロナがですねちょっと増えてる関係でオンラインにしますよって言われた場合はですね少し注意する必要があります。例えばインターン参加前にすべきことでオンライン開催の場合はですねやっぱりネットの接続環境、これはきちっとチェックしなければいけません。特にこの夏休みですね、またコロナがですね今少しですね流行ることによってですね、家の中で何かを作業するとですね通信速度が落ちるんですね。動画を見る人多いですからね。接続環境の確認必ずしてください。そして特に Wi-Fi 環境ですね。Wi-Fi はですね皆さんですねスピードがかなり変化します。でですねこれ動画系の情報はやっぱりですね重くなるんです。ですから皆さんがですね万全の状態できちっとですね Wi-Fi を確認する、これが重要ですね。そして、周辺環境の確認というのは何かというとですね、私もいつも言ってますけど YouTube なんかは明るさが重要なんです。明るくないとね、相手から見たらですね暗く感じます。ですから必ずライトを焚く、そして音声がきちっと入る、相手の声も聞こえる、こういうことはですねしっかりやっておく必要があります。それとですねもしパソコンがダメになった場合のバックアップ用のスマートフォン、これも手元に準備しておくのはね必須ですね。そして背景ですね。私もこれ背景は白です。これ会社で撮ってるんですけど白を用意してます。僕はですね皆さんプロではないですから後ろに緑色のなんかを敷く必要はないんだけど、やっぱり後ろ側がですね白の背景、そして何か洗濯物とか見えないようなねそういうですね白の背景、バーチャルの背景はね重くなるって言われてるんですよね。そういうことを注意する必要があると思います。そして音声の確認ね。やっぱりマイクの音をきれいに、これやっぱり周辺の音を拾ってしまうんですね。僕もいろんなねYouTube の番組撮ってて相手と面談やってたらですね犬の声が入ったりしてね気にならないんですよ。面接してる側はやってる側が気になっちゃうんだよね。自分家の犬が泣いてるみたいなね。だからそういうですねマイクに関わるその周辺の音をどう拾えるかだけじゃなくて周りのうちの中でですね皆さんがですね動物とか飼ってるんであれば皆さんが大切な時間はですね家族にご協力いただいて散歩に連れてってもらうとか、そんなことも一応工夫していただくといいと思いますね。そしてですねインターン参加前にすべきことでオンラインの場合はですね名前の確認なんですね。事前に設定されてる、指定されてこういうふうにしてねって言われてる場合にはその名前に変えなきゃいけないんですけど、皆さんがいつもですね友達同士でやってるやつじゃなくてちゃんと大学名とか名前とかですねフルネームで書くとかそういう形で誰が今これ話してるのかが分かるように名前の設定をきちっとするってことは重要ですよね。そして対面の場合、基本は対面で行われますけど対面の場合の注意点はですね場所、行き方、これ間違える人多いんですよね。特に皆さんがですねよく知ってる場所であればいいんですけど、よく知らない場所で乗り換えが多い場合には注意してください。これですね皆さんが持ってるですね多分ですね乗り換え案内よりもひょっとしたら本数を減らしてる場合もありますね。夏休みに入ったことによって。ですからそういう点も注意して場所行き方の確認をきちっとしてください。そして身なしなみ、これはオンラインと違いまして上から下まで全部チェックなんですね。特にですね皆さんがあまり注意しないのは足元と言われてるんです。いいですか、だいたいここから上から下ぐらいまでみんなチェックするんです。足元はチェックされてませんよね。足元が見られるんです。特に靴とかで行く方はですね磨いてから行きましょうね。身だしなみはチェックです。そしてスーツのシワ、ホコリ、靴の汚れは特に注意。夏でも黒のスーツ、できる方いらっしゃると思うんですけど、黒は白が目立つんですね。ほこりとかシワには十分注意。そして靴の汚れにも十分注意。その辺を注意してください。そして筆記道具、筆記用具とかメモの用意、皆さんね筆記用具を持っていかないっていうのはありえないんですよ。いや今パソコンがあるからじゃなくて、パソコンはもちろん持ってってもいいんだけど筆記用具は必ず持っていく。このことはですね必須だと思ってください。さあウィズコロナの時代になりましたから企業は対面の採用活動に戻しつつあります。オンラインに慣れてる中でですねいきなり対面でのインターンシップ、対面でのやつっていうのはですねなかなか慣れてないとできないんですよね。そういう意味で言うとですね夏のインターンシップは対面が多くなってますけど、グループディスカッションも対面でやる機会が今年は増えてると思うんですね。そういう意味で言うとですね何がポイントかというと対面に慣れてくる。そしてですね企業の人が評価する。でたくさん練習した方がいい。そしていろんな企業にも出会える。これが出会い場のイベントなんです。これ我々ですね夏の間はですね対面はですね東京で1回8月にやって9月で10月以降はですねいろんな地域でやっていきます。ぜひ皆さんですね対面のイベント、そしていろんな企業からスカウトがかかりますから、ぜひ概要欄からお申し込みいただければと思います。そしてこの動画が役に立った場合は高評価ボタン、そしてチャンネル登録、そしてですねいろいろですねインターンシップのですね失敗とかね体験談をです書いていただければ嬉しいなと思っております。それではですねまたお会いできればと思います。